皆様こんにちは、山芋です。本日は仮面ライダーシティウォーズやっていきます。またたくさんアップデートが入りました。前回しめじさんが動画の方でいろいろ説明してくださっておりましたので、私は省きます。ガサの方ね、あーこれね、しめじさんのおすすめのブインブインね。私はガシャの方をそこでやっていきたいと思います。はい、イベントガシャですね。当てたい、ローグが来てる。しめじさんは召集をしない派ですが、私は召集をする派です。なんとか5万8000まであるエナジーが溜まってるので、もし出なくても私は呼びます。では10回ガシャ得点付きやっていきたいと思います。いきますよ。はい、来ました。当たりますようにお願い、来てください。光ってね、虹に。最近来てないから、ちょっと待って。え、これ何、これ何。なんか全く光る気配なかったけど、ちょっとうーわ、出ましたね、黄色と青しかないやつね。あはははさん、これやばい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 、嘘よ。技か。ここで、必殺技だったら、まあよかったんだけど、技か。まあ、外れですよね。必殺技なしの3と4のオンパレード、ほぼ3。これはね、大爆死です。はい、やってしまってますね。ランキングイベント、割れる、食われる、砕け散る、西の四角とランキングバトルが今やってて、ガシャをしたら大外れということですね。はい。ローグをね、とりあえず召集しなきゃいけないですね。では、2万 R エナジーを使って お呼び出ししたいと思います。はい、来ました。結構 R エナジー貴重なんでね、なるべく使いたくない。だけども出ないから呼びます。仕方ない。はい、来た。え？戦争の始まりだ。めっちゃかっこいい。ちょっと鳥肌が立ちますね。渋い声。今私、イベント7万ポイントを貯めている状態なんですけども、ちなみに今収録日日曜日でございます。達成報酬の方でね、結構ローグのカードが手に入ってるはず。そうですね、カードがあるので、まあそれをちょっと、つけていけますかね。はい、お任せっていうボタンを押すと、こんな感じになりましたね。めちゃくちゃ弱いけども。いけます。必殺技があるので、ちょっとこの技を見てみたいですね。前回、しめじさんの動画の方で、アビリティのことについても触れたんですけども、今、このゴーストの星7のカード、アビリティっていうのがあります。押します。すると、この横に、レベル何で解放とかね、あるんですけども、そんなね、技カードいっぱい同じの当たってないので、まあ、ちょっと無理ですね、これは。この星6の、やつはない。このビルドはない。TRK しかない。この V3 はある。そう、なんかね、あるやつとないやつが結構ありましたね。だいたい5ついてたらあるのかな？ここら辺の3とかは？ 3 とかやっぱりないよね。2とかもないよね、きっとね。なんか書いてあったの5とか4って書いてましたもんね。ちょっとカードが溜まってきたんで、また整理しなきゃいけないですね。ちょっとローグくんまだ弱いので、中級の2ぐらいをちょっと攻めていってみたいと思います。一人で行きます。銃持ってる人がいるから。怖い。なんで、なんか喋ってる。なんでなんで。これ普通の技だね。じゃあ必殺技行きます。これだ。あ、かっこいい。早いね。展開が早いよ。あ、声は。めっちゃはぁはぁ言ってる。ちょっと弱いな。4000しかないからな。ちょっと、気合だけは半端ない。この程度か。この程度かだ。待って待って、笑わせない。私喋っちゃった、喋っちゃった、ごめん。覚悟はいいか。覚悟でもちょっとやばいんだって。覚悟はいいかって。結構ギリなんだって。ごめん、しめじさんも負けてたけど、私も負けちゃった。いつもはこのメンバーで行くんですけども、今からはビルドで行きます。5万ポイントでもらえる必殺技をちょっと見てみたいと思います。はい、行きます。
さっきちょっとローグ君にはね申し訳ないことした。本当はビルドもっと強いんですけども、実験を始めよう。実験始めよう。ビルドのカードを他の子につけちゃってるんですよね。ごめんごめんごめん、間違えた。これです、この必殺技。はい、ボルテックフィニッシュ。はい、これみんな持ってるやつね。みんな持ってるやつ、これが今回の5万ポイントの報酬です。はい、今一人行ってきたんだけども、ボーナスライダーと特攻ボーナスがついてるから結構食らってギリギリだったけども、中距離でも1000もらいましたね。まあ、長距離行くと普通に1万ポイントとかね、ゴーストでももらえるので、もうゴーストで行ってます。ビルドすごいいいカードがたくさんあるんですけども、 BC を持ってないのでなかなかね、山芋はまだ使いこなせません。 BC がないとやっぱりきついですね。ストーリーの方もがっつり進めたいところなんですが、こちらもねゆっくりゆっくり進めていこうと思います。石がなくなったらこちらのストーリーにがっつり入っていきたいと思います。皆様ご視聴ありがとうございました。マルチであったらまたよろしくお願いいたします。高評価チャンネル登録お待ちしております。さよなら、バイバーイ、またねー。